ダン・ハルーツは、1948年8月7日、生まれのイスラエルの軍人、レバノン侵攻時の参謀総長、中将。1966年からイスラエル空軍に勤務、数回退役しているが、武装紛争の土に現役に復帰した、ラビ戦闘機の開発に関するアメリカ・イスラエル共同プロジェクトに参加、2005年参謀総長となった、 テルアビブにイラン系ユダヤ人の家庭に生まれ、南サマリアのハゴル町で育った。1966年、イスラエル空軍飛行士訓練家庭に入り、1968年に卒業を。卒業後、ウーラガン戦闘機、4ヶ月後にはミステール戦闘機、さらに8ヶ月後にはボーテゥール爆撃機の操縦に主熟した。1969年12月、 F-4 ファントム戦闘機を装備するイスラエル最初の飛行隊に配属。1969年から1970年の消耗戦争時代、同飛行隊で40ソーティーを遂行した。1973年に除隊したが、同年の第4次中東戦争に従軍。43ソーティーを遂行し、敵機3機を撃墜した。1975年、 空軍に復帰し、第一飛行隊副隊長となる。1977年、テウファ飛行隊副隊長に任命。1978年、再び除隊し、テルアビブ大学に入学、経済学位を受けた。1982年、レバノン内戦勃発後、再び空軍に復帰し、F-16 戦闘機を操縦。1983年、兵器部長に任命。 1984年、中佐に昇進し、F-4 の飛行隊長となる。1986年、大佐に昇進し、ラビプロジェクトの部署を指揮する。1991年、初オール空軍基地司令。1993年、准将に昇進し、航空部隊指揮官に任命。1995年、空軍参謀長。 2004年、イスラエル国防軍参謀次長、2005年、第18代参謀総長となる。2007年1月17日、レバノン侵攻の失敗の責任を問われて辞任。ハルーツが批判を浴びたのは、敗戦責任だけではなく、侵攻の直前に所有していた株式を大量に売り抜けて、巨額の利益を得ていた事実が開戦後明らかになり、 道義的責任を追求する声が大きくなったため、最大一難一助を有する。ありがとうございます。